ここが白鳥駅なのかな。なるほどな。あ、美濃白鳥。へえ。あ、一応ここ駐車場になってんだ。じゃあ、ここ見て。入場券書いたら買っとくかな、記念に。このパターンいいな。で、ちょっと、情報整理しましょう。よいしょ。まだ16時間残ってんだ。どんだけ残ってんだ。へえ、こんな感じなんですね。ここは、あ、これでか。これで一発作業禁止になって、まあ、こっちはでも終電まだまだあるはずですからね。言うてまあローカルな方とはいえ高山本線なんで。あ、じゃあなかなか当ててんだな。じゃああれか。駅案内はもう終わってんのかな。待合室で23で、まあまだ、不在中になって、なるほど、こんな感じ。終電は点だ。あれな。あ。もう終点。ん？あ、これか。高山。20時53分だから、もう終電は終わってんのか。僕の方ね、19時54分で終わっとるし、20時24分。あ、だからもう、終わってんだ。ただね、山田までね。山田駅ってあったな、そういうこっち。小さい子はね、もっとあるはずなんだよな、ちっちゃくて。もともと右側なんでね。あったか。あ、山田。まあ。記念購入でいいや。無理無理。どうなの？ああ、これ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 。路面はこんな感じなんだ。それさっき中ちらっと見てもいいっしょ。議員さんいないのかな。へえ、すごい歴史ある感じですね。こんな感じなんだ。へえ、この体育館昔のまんまなんですね。へえ、ちょっと近づかせた。へえ、こんな感じなんや。そうなんですね。友人、もう帰ったのか、電気ついてるなと思ったら、そういうことか。そっちに、駅前の絵とかあって、車庫かなんかになってるのか。車庫ではないか。どういうことになってるんでしょうね。え、あ、ここもスタッフなんだ。スタッフフェイスクだったんだ。あんまり知らんと来てるって。すごいなぁ。あ、こういうとこに、これは、ああ、金銀のこういうのか、出た。まあ、あるな。あ、これが駅に行こうか。見直しようと。こんな感じだ。結構、この辺りとか古いのが、そのままの。え？何これ？カーキャッチャーこんななんだ。
調子の停止。すごい、こんな残ってんですね。どこかあるか、あそこみんなもたからか、またこっちはこっちでちょっと朝からぐるっと回ってみたいですね。こっちの方も席とかは昔によう来とったんで、フリーキップいくら、あ、2500円か、まあ、朝から回ればいろいろと見てますもんね。2700、ミノータ。ここまでで、ミノータから白鳥でそんなにかかる？かかるか。ミノ白鳥やったら。先が、あ、そっか。もう下の方だもんな。あと、もう、1700。まあ、ロックすれば元が取れるから。で、まあ、席見て、てか、最終日。僕見たら、たぶん。よし。まあ、とりあえず。こんな感じだったんだ。よっしゃ、こんな感じなんですね。まあ一応ちゃんと買いましたからね。まあ、ちなみにこれは別に5時使えるかというと、まあこれはね、近距離キープは基本的に当日限りなんで、の5時ね、使いますよっていうのは基本的にできないようになってますからね。あの記念切符とかだとちょっとまた別のような扱いになってますよね。夜の仕事こんな感じなんですね。あ、そちらの駐車場だし結構駐車場広いかな。で結構駅前はあんまり寂しいのもあるし、あ、さっきのところよりはあそこに確実にタクシー会社いますからね、さっきのところよりはあれでタクシーの心配はないんで、観光は結構あれになってるんですね。なるほどな。